なんかそうでもねえの来たー。どうしたのゼレイム、ヤブからステックに。グアウセダーフト G フジコルプ、ふむふむ、ポケットピアノパルワールドが発売からすぐに600万本のセールスを記録と、こいつは確かにとんでもねえのぜ。グエオグードウオブムンデウェ、ウェ、アンコロモチ、トマーチマタでは、ポケモンプラスクラドセフトオートみたいな感じで言われているけどそこまで過剰じゃないよ。何を言いたいのかというと、パルワールドのレビューを始めたいってことらしいのぜ。ちなみにさっきレイムが言ってた過激 PV なんだけど、バンされたのか、公式がプライベートに設定してて見れなくなっていたのぜ。というわけで、この動画ではパルワールドって何がすごいの？ということや、パルワールドをおすすめする人々や、ここがちょっと歯がゆいって部分をレビュー、解説していこうと思います。BGM 代わりに使えるように作ってあるので、作業用動画として使ってくれたら嬉しいのぜ。それじゃ、ゆっくりしていってね。まず、パルワールドってどんなゲーム？って部分だけど、PV がクラドセフトオートっぽい過剰な味付けで表現していたのでそういったゲームだと期待する層はいるかもだけど、このゲームはもっとカジュアルで小学生向けにチューニングされているのぜ。そこがいいんだよね。PV がくっそよくできているから、もっと殺伐としたゲームかなって思うけど、全然そんなことないのぜ。あの過激 PV が見れなくなったのは残念だけど、きっと開発陣はここまで大ヒットするとは思ってなかったからなるべく過剰な味付けして大ヒットを狙ったんだと思うのぜ。まあ、そんな感じでポケモンプラスクラドセフトオートって感じのゲームみたいに言われているけど、おまんじゅうがまとめるとしたら、ブレスオブワイルドのゼルダっぽい動きができるキャラクターが、現代兵器を使ってポケモンと一緒に攻撃できるって感じのゲームかな？カジュアルシューターって感じなのぜ。流血表現もないし、PV のような18世紀の産業革命のエゲレスのような感じの過剰な国士労働とかもないしね。このゲームは鉄頭鉄尾、ポケモンの要素にカジュアルシューティングを追加したゲームになっている。本当によくできたカジュアルシューティングゲームなのぜ。このメーカーのコンセプトは当たっているゲームの当たっている要素をガンガンインスパイアしたら、当たるゲームになるだろうって感じのいいコンセプトしてて、事実今回のパルワールドは売り上げ600万本のミリオンヒットセールを記録したしね。ガチですげーのぜ。シナリオはパルっていうポケモンが生息している群島に漂流かなんかしたプレイヤーがパルを捕獲しつつ拠点をアンロックしていくってゲームだね。まだ、アーリーアクセスだからコンテンツがスカスカなのぜ。で、このゲーム、おすすめかどうかって話をすると、くっそおすすめ。少なくともうちらおまんじゅうは20時間くらいは溶かしたから費用対効果は群抜だと思うよ。そう面白いのぜ。さて、ここからなんだけど、このゲームのここが改善した方がいいんじゃないかなって部分を解説していくね。レベル E でも示唆している部分だけど、ここもっとこうすればいいのにって思えるゲームってのは、そのプレイヤーにとってハマりかけている証拠だし、ポジティブな反応なのぜ。とにかくめちゃんこ面白いしね。この辺は、これからこのゲームを買って遊んでみようかなって思っているヘッズに対しても参考になる部分だと思います。まず一つ目、すぐにエンドコンテンツを迎える。まあこれはアーリーアクセスだから当たり前の話なのぜ。このゲームは、序盤のチュートリアルはまあまあよくできているし、一番初めに多数が選ぶであろうベースキャンプにて、密猟団のアジトに行ってボスと戦えって示唆してくれる部分があるので、プレイヤーは素直に密猟団のアジトでボス戦を楽しめるんだけど、ちなみにボスが倒せないってヘッズは攻略動画を作ったので参考になればなのぜ。概要欄に URL を貼っておきます。2024年1月現在、このゲームはある意味この密猟団を倒すまでがまあまあ作られたシナリオであって、これ以降も一応ボスがいる塔があってボスと戦えるんだけど、ストーリー的にはそんな感じでスカスカな部分は否めないね。これは今後のアップデに期待な部分なのぜ。なのでストーリーをたしなみたいってヘッズは、アーリーアクセス状態だとすぐに飽きちゃうかもしれないって部分があります。次に、すぐに迎えるパワーインフレ。このゲームは序盤に飛び道具の弓が解禁されて、そこからは仲間のポケモンと一緒に敵対ポケモンに対して攻撃できるって要素があって、これがとても楽しいんだけど、未練弓以降は、修理コストが高すぎて使い勝手が悪い。ちなみに敵のダメージだったり、攻撃速度がパないので、近接攻撃は自殺しに行くみたいなものなのぜ。この未練弓あたりから大体のプレイヤーは格上とのバトルが基本となる感じだと思うんだけど、格上に対してはプレイヤーの攻撃はクリティカルヒットしても1とかしか出なくなるって現象が発生する部分のバランス調整が、ちょっと雑かなって感じです。救済措置というか、いくらでも地形はめできるので、地形にはめて、例えばエッジポイント4000のパルとかなら4000回攻撃を叩き込めば倒せるし捕獲もできるのぜ。いわゆる悠々白書の潜水がいうところの、相手はこちらに攻撃できないが、こっちは相手に致命傷を与えられない状態です。このちまちま敵を地形にはめて20分くらいかけて削るって遊び方が許容できるなら、このゲームはくっそ楽しいと思うのぜ。あとは、レベリングがそこまで難しくはないので、格上とは戦わないでレベリングをしっかりするとかね。そんで話の続きなんだけど、未練弓以降に解禁される武器の属性やは、あんまり出てこない炎ポケモンとか夜に主に出てくる毒ポケモンを買って素材を集めなきゃならないからコストがバカにならない。次にクロスボウとかは釘っていう金属インゴットを精錬して作られる素材を要求されて、金属インゴットは他の施設を拡張するのにも常にクッソ使うから攻撃武器の修理に使っているリソースはそんなにないって感じで、武器の修理コストがこの辺りから割かしリソースの管理が煩雑になってくるんだよね。弓とかの飛び道具はだいたい200回くらい使うと、修理が必要になってくる感じなのぜ。さらにはここからジャンクガンとかが解禁されるんだけど、これも修理や弾を生産するのに金属インゴットを大量に溶かすので、銃が対ボス用の決戦兵器という感じで、カジュアルにそこら辺のポケモンを捕まえるのに使える感じじゃないのぜ。このゲームはカジュアルシューティングゲームとしてくっそよくできているんだけど、素材の要求コストがカジュアルじゃないんだよね。まあこの辺は今後のアップデートで改善されるか、環境をカスタマイズしてアイテムをくっそ集められるようにすれば幾分かは改善する要素だと思います。適当にマシンガンとか突破してを劣影したいユーザーには向いていないかもしれないゲームなのぜ。1時間使って採掘して作った弾薬が1分で全部溶けるとかそんな感じかな。次が拠点システムが、まあまあガバガバって部分。このゲームはフォールアウト4みたいな感じの拠点を構築できるシステムがあるんだけど、マンションみたいな感じの構造が作れなくってサザエさんハウスのような一軒家しか今は作れないよ。さらにはこのゲームはレイン密漁団を倒した後は、拠点を拡張するか、新マップに行って新しいポケモンを捕まえるかくらいしかすることがなくなるんだけど、拠点はなるべく広い平地を選んで作らないとすぐに圧迫するし、建物建築が融通が利かなくて使い勝手が悪いから、オンラインサーバーで相手の拠点から物資を奪い合うみたいな感じの遊び方だと、結構きついかなって感じです。牧場とかの大型施設はかなり工夫しないと家の中に入れることができないのぜ。とまあそんな感じの部分が今のところ、これからの改善に期待かなっていう部分となります。全体的にくっそよくできた高水準のゲームなのぜ。くっそおすすめなのぜ。とにかくすっごい面白いし、永遠と遊んでられるマイクラのような中毒性が高いゲームなので費用対効果は抜群だし、小学生向けに作られたカジュアルな演出だったりカジュアルに作られているから、こりゃ大ヒットしますわ、という感じのくっそよくできたゲームって感じ。買うか買わないか迷っているなら間違いなく買いってゲーム。もんげー面白いのぜ。以上がパルワールドのレビュー、改善点、おすすめポイントとなります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録してくださると大変励みになります。他にもサブチャンネルでは BGM 代わりにダラダラ見れるゲームプレイ動画を作っているので、遊びに来てほしいのぜ。それらはすべて概要欄に記載しております。普段はゲームと漫画と映画と甘いもののレビューをしている感じのチャンネルです。参考になったら幸いなのぜ。また次の動画でお会いしましょう。ラブ&ピース。